おはようございます。塗り替え道場の小林と塗り替え道場の深野です。前回ちょっと緊張しすぎてちょっとどうしても元さんそこ語っちゃう。ちょっとね、あの自宅を濡らしましたね。はい、そうですね、3件これ動画もありますけど、その時もねめちゃめちゃ緊張してるの。どうしても子供がちょっとパパ緊張しすぎだよっていうことで、どうしてももう一回塗り替え道場の動画に登場したいということで、今日は頑張ってリベンジしますね。喋ったらありがとうございます。で、ちなみにリフォームをいつもお願いしてるんですけど、あのベトナムの寮、トビ専属の寮でね、トビと塗装班別なんですけど、ちょっとリフォームをお願いしたいことがありますんで、そこでちょっとまあ見ていただこうと思います。何を今日用意しますか？洗濯機を今日はもう一台増やしたいと思います。洗濯機を増やしたい。どこに早いでしょ、これ。要は結構人数が多いんで、多い時8人ぐらい入るんで、あの洗濯機が1台で足りないと、あの小っちゃいから。これでも綺麗にしようがないけど、コンロは2台でやるから、用意するように。これ自分たちの部屋であんま入っちゃうんだけど、なんか、なんか、お化け屋敷にとるみたいな感じだよね。とにかく卵がやっぱあるということだけは。上も下も、これな、卵じゃないな、あれ、みかんか。あいつは食うんだな、みかんとか。なんか、ペタランジ、みかんとか食わん気がするんだけど。そこはもう無理だね。そこは無理だから、うん、外でいいんじゃないの。あそこ、ちょっと、なんか、その中で。で、あそこに流すんだったら、その横ぐらいでいいね。屋根かなんか作らせてもいいし。か、コンロの横。なんかかわいそうじゃない。で、ブロックで上げといて。息をつけとくからね。で、途中で止まってもいい。よし。ちょっと、じゃあ、お化け屋敷担当しようか。ちょっと、ちゃんと爪痕残しててよ。リベンジ。リフォーム会社なの。まあ、じゃあ本日は、ベトナム人実習生の生息実態を伝わったと思いますんで、またよろしくお願いします。せーの、チャンネル登録をお願いします。また見てね。そこだけやってきてるの。もう汗かいてたしね。でも前よりはいいでしょ。まあまあカメラ慣れやね、撮られとると思って。分かる分かる。仕事にならなかったでしょ。仕事しに来たのに。頭ボワーってしてるわ。そう。こっち向くな、こっち向くな。いや、俺もだいぶ慣れてきたの。いや、最初硬かったでしょ、メイク特に。もう今も全然、逆に撮られてないと仕事できない。集中できない。